包帯だ。封印術虎視眈々。悪いなオビト、俺はこのためにいたようなものなんだよ。輪廻転生の術。踊ってこその戦いだ。俺に届きません、チャリごときが。それはこちらのセリフだ。こいつにただ忍術をぶつけても意味ねえってばよ。こいつは忍術を吸収するんだ。再び生を受けたことは計画通りのものだ。これが戦術チャクラか。これで確実に殺して。感じるぞ、その万華鏡は。直ともや、俺の輪廻眼が帰ってくるまでの間、お前の目をいただくのはいいかもしれんな。何をした？マダラが生き返ってしまった。左目は返してもらう。マダラの邪魔をする者は排除する。オビトが死ぬまでの間、この体を使ってお前らと戦う。だが、殺すには惜しい目だ。同じ内派の生き残りとして、俺と組む気はないか。お前は死んだ人間だ。まあいい。次はお前らをいただくぞ、畜生ども。ここから離れろ。ウートン刺さった。いい術だ。お前の砂を埋め込み、自由を奪う術だったか。遅くなりました、マダラ様。やっと来たか。持っているな。もちろんですよ。やっと戦いを実感できるぞ。どうした、クラマ。ビビって手を丸めてんなよ、バカギツネ。あれをただの人間だと思って甘く見ない方がいいぜ。血寄せの術。
やったかい？どうやら失敗したようです。またあれか。右腕をもがれたか。まあ特に支障はない。これであいつらの小屋はできた。あとはぶち込んでいくだけだ。江戸天聖の偽物輪廻眼でもあれを口寄せできんのかよ。まさかオビトで輪廻天聖を。ならオビトも。輪廻眼をマダラの手に渡すまいと抵抗しているんだ。あるべき本来の場所へ戻る時なのだ。お前のようなものが持っていていい代物ではない。俺がついていなければお前はもう死んでいるんだぞ。だったら俺から離れろ。俺が死んでから輪廻眼を取ればいいだろう。左目はもう少しかかりそうだな。みたいですね。こっちも少し時間がかかりそうだけど。ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。もう少し丁寧に行く。リンボ天国注意を。チビとキュービを人中力から引き剥がす。ハッツン！このクラマモードを解けば。一度捕らえたら話はせん。クソ、後ろへ。クラマを取られてたまるか。資格は渡さん。俺様のモードは絶対防御だ。いや、何も分かっちゃいないな。ガラ、無理すんな。あぜかげのガキ、頼みがある。まあ今の力ではこんなところか。被害神技もらった。今のうちにお前を絶対死なせはしない。相手が勝利を確信したタイミング、そこを狙うのがお前の常だった。お互いにな。忍び一の速さを誇っていたお前がこのざまだ。そして新しい芽も育っている。こちら側につくかはわからぬがな。正直な、ずっとお前にはこうしてやりたいと思っていた。お前はイズナを殺めた男だ。お前は生き返ってまで何を望む。柱間の成し得なかった国づくりを代わってやるだけだ。死にかけの患者には荒領事が必要だ。僕先に行ってるよ。人は平和を望む。しかしその一方で争いを望んでもいる。平和だけを望み、争いだけを摘み取ることは人でなくなるということに他ならない。だがお前の出しゃばるべき夢じゃない。今だ。くそ、これは何だ。時間は十分にあっただろう。言ったはずだ。
残念だ。マダル、貴様というやつは。木刀を使う。一体何者。どれに対応すればいい。三代目様なめになってんだ。やるね。一度に同じ術出して総裁させちゃうとはね。今がチャンスですよ、オロチマル様。まだよ、この敵。サスケに何かあったのか。ん？あそこか。向こうで何があったの。いいから来い。グズグズするな。説明は後だ。もうその子に何をしても無理だよ。人中力が美獣を抜かれたら死ぬ。あいつはいつだって里の希望だ。キュウリのチャクラが心音も聞こえない。なんで医療忍術が効かない。キュウリを抜かれてしまっているからだろう。マダラにやられた風影のガキ。そいつの父、四代目火影、ミナトの体の中に。四代目のところへ急え。そいつをわしの代わりとして入れろ。それでナルトは助かる。わかったな、ガーラ。それがキュービに言われたことだ。今のところそれ以外にナルトが助かる方法はない。感知できぬ。近日で魂だけでも体が動かぬ。まだらめ。カリンのやつ飛び出してっちゃったよ。カリンを援護するわよ。おっと、ここは通さないよ。うちの邪魔すんな。カリン、渦巻きクシナと同じ力。せっかくのおもちゃ壊してくれちゃって。ダメな。にしろ。やるね。ジュインか。すげえ、オロチマルのやつ抜けおったか。大丈夫かカリン。中田より
これが陸道の力か。あんたの夢は今はもう絶対に死なせるわけにはいかないのよ。誰だ。オロチマルはサスケの状態によっては体を奪いにかかるかもしれない。ならもっと急がないとね。彼の風はここまでかしらね。おっ、カカシ、早く左目を。今がチャンスですね。少しばかり体が重いな。陸道の任務か。二人とも大丈夫？はい。嘘、これって確か。お前らもしつこいな。カカシ、行くよ。チャクラを感知仕様に変えてみろ。まさか。間違いなくわしの半身は抜かれちまってる。先生。カカシ先生、ナルトの中のキュービが抜き取られて。ナルト、あんたの中のキュービの半身をナルトの中へ入れてやれと。俺もだ。大丈夫、この子は俺が守るよ。今の俺なら今度こそ。こいつを奪ってやったぞ。遅いぞ、クロゼツ。千人の力を感じる。またな。どうやって陸道の力。やはり四代目のキュービはあの黒いやつの中か。行くぞカカシ。まだだ。あんたに話がある。まだな。あんたにとって俺は何だ。今さらくだらないことを聞くな。お前は俺にとって他でもない。俺が眠りにつき帰るまでの間、お前に全てを任せ俺の先を歩かせてやったのだ。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。陸道仙人が示したこの世界は失敗した。来い。そう、マダラよ。今日からお前が救世主だ。戦術螺旋丸。影を語りたかった。ウチハオビトだ。オビト、お前やっと自分を。お前本来の右目の力か。オビトはあっちでキュービを渡すつもりなのか。カウイ。ナルトは運んだ。あとはお前が向こうへ飛べば。偉そうなことばかり言ってやる。昔からそうだ。誰だあいつ。あなただったのね、カブト。ここに何をしに来られたんです、オロチマル様。あなたこそ。てめえがサスケ
カリン、僕はもうサスケ君を奪おうとは思わない。カブト、あんたがサスケを。医療忍術と研究し尽くしたあの柱間細胞。これはこれは、私が最も尊敬する二代目ホカゲ千住扉間様。あなたがここにいるということは、イタチのイザナミの術による無限ループから抜け出せたってことだけど。そうです、僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはあの術で僕に気づかせた。僕は他でもないカブトなんだと。それがイザナミという術なの。己自身を見つめ直し受け入れなければ術が解けない仕組みなのよ。僕もその帯とも、この世の中に自分の居場所がなくなってしまったと思い込み、だがもう自分が何者か分かっている。そして己が何をすべきかも。